よよししし対戦よろしくお願いします何だっけ叩っこやってけこいつ <laughs> 叩っこやってけこいつ <laughs> え今回はねどういう戦い方をしていくかというとニャヒートをね絡めて戦っていきたいなと思ってはいるんですけどもえ基本選出はニャヒートから行きましてでトゲキッスを今回通していこうぜっていうパーティーですであとは、まあ、プラン B として ま、通りがちょっと悪いなーってなってきたら、このカリゴンでね、一応クッション役として今回使うことができるのでえ、この3匹でやっていこうかなと思います。さあ、ニャヒートとね、ガオガエン。ま、あこれ相入れる存在ではあるんですけども、こいつらのね、強いところっていうのは、ま,あ、まずね、捨て台詞を今作から覚えたんですよ。で、トンボガイドを捨て台詞で使い分けながら、まあ、攻めることができる。まあ、これがね、一つとして、まあ、強い点ではありますね。 で、もう一つ、ニャヒートがね、ガオガエンと違って、ニャヒートの方が素早さ取得値が高いんですよね。ニャヒートの素早さが取得値が90で、ガオガエンが実は60ちょっとしかなくて、めちゃくちゃ早いんですよ。存在感薄い影響で、なかなか使いませんけども、まあ、ダブルバトルではなんかこの素早さが評価されて、使ってるよっていう方はいらっしゃるみたいなんですけども、意外とね、この存在感が薄いニャヒートが、まあ、強いっていうところを、まあ、次から見せていきたい。で、 理想ムーブとしては威嚇とステ勢ぜフを入れてからこのカリゴンとかでね、まあ、攻めていこうじゃないかっていう、まあ、そういう戦い方なんですよね積みアタッカーとしてはい腹太鼓型で今回こういう風に採用しているのでまあこっからはのしかかりで一生トゲキス麻痺さえできれば割かし有利に戦えるんでねうん私ら <laughs> 出てきてしまった <laughs> よくわからないポケモンが <laughs> そうこのわたき野郎ねなんかコットンガードっていう技覚えるらしいんよね で、なんか素早さとかを避けたりして、なんかどうのこうのしてくるとか。俺、それは聞いたことある。あと、力吸いとる覚えるんだっけそれもね、聞いたことがある。えー、ここね、私らが、まあいいんですが、まあ、トゲキス行きましょうか。破り木の種とかここで飛んできた場合が、くっそほどめんどくさいけど、だるすぎと思ったけど、ラブロミ持ってたわ。は <laughs> い、今回、あの、トゲキス、ラブロミ持ってます。はい、まあ、これによって、まあ、一応、安直に今回強気に出ることできますね。これ、なんならもうここ。 なんならここも、相手絶対ここをさ、アイエンと出せないでしょ。悪ダックに強気で積んでいいかここ。積もか。<laughs> 強気で攻めさせてもらおう。引いてくるでしょここ。オッケー。<laughs> 潰しに行くか。<laughs> 叩き潰してやるよ。いけーめ女の子のパンツが欲しい女の子のパンツが欲しいって。念じています。はい。女の子なのに。 相手オスやんけ。勝手にお見合い会場を開くな <laughs>。まあなんか地味にトゲキッスの女の子の出生率が低いみたいなんで、それはトゲキッスもね、オスだったらもう生存競争でつくから世のなかってそれは子孫をね、今後子孫繁栄で残していきたい気持ちは本当に強いですよね。えー、ここ相手がさ、あの、私らがじゃなかったあの、魔法一プで受けて出てこなかったってことは、えー、多分これは <laughs>、 トゲキッスで通して勝てたんじゃないですかねはい、まあ、ラブのみが今回試合として生きたっていうのが、まあ、でかいと言っても過言ではないかな、まあ、明らかにさ、まあ、今回一応強運持ってるんで、まあ、女の子はねやっぱり美貌だけじゃなくて、まあ、運もね良くないと多分ねこの世の中生きていけないと思うんですよいい男性を見つける だから、この男性が本当にいい男性なのかを、実際にダイマックスをしてみて、この味比べをしていくっていうね。そういう攻めて方で、やっていきたいと思っております。OK。さあ、問題はあの、トゲキスがこれ最速かどうかですよね。これ強運やね。<laughs> 完全に強運で、ここ抜かせなかったら、臭いけど、強運のトゲキスでこれるぐらいダメージでしょで、悪だく見積んだトゲキスでこれやから、 これ、耐久結構振ってるんじゃない相手。抜かせてるでしょよし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 。殺の試合は、おそらく、勝つことできましたね。相手の男性は、運は良かったけれども、この女の子に、ちょっと最後の最後に、このデートで最後に、あの割り勘を狭めてしまって、それで女の子に振られてしまいましたね。こんな割り勘する男なんていらないって言って、男は割り勘じゃなくて、一気に出すのが当たり前でしょみたいな。 まあそういう感じの女の子でしたね、今回のトゲキスは。はい。まあこの試合は、とりあえずこの強気のね、トゲキスのおかげで、勝利をすることができましたね。はい。さあ、まあ正直割り勘はね、初対面の人は、どうなんやねん、割り勘と割り勘しない騒動っていうのは。僕なんか結構昭和気質な人間なんで、なんかそこそこ仲良くなった人とは割り勘するけれども、なんか初対面の人とはなんか信頼関係を、 気づくためには、なんか、割り勘っていうよりは、自分でお金払ってますね。特に自分から誘った場合は。まあ、他人から誘われた場合は、まあ、それでもお礼として、あ、この店選んでくれてありがとうって言って、結局お金全額払ってしまったりするんで、どちらにせよ全部出しますね。さあ、私らがちゃんも、ありがとうございましたと言わんばかりに、非常に絶望している顔をしてますね。 それに対して、この、トゲキッの顔面、ものすんごく漂白。もうね、氷の女王ですね。もう血も涙もね、冷血。サイコパス。えー、対戦、よろしくお願いします。ブイズじゃんかわいい <laughs> いいね、こういう感じのパーティー。で、このパーティーもね、ものすんごく、ニャヒートがぶっ刺さる。で、多分、ウオノラゴン警戒して、シャワーザ絶対出てくるんですよね。 シャワーズが出てくることは、もうそれは100も承知。いいです。で、ニャヒートと、あの、誰出そうかな。なんか、脳死でウロラゴン出してもいいんですよね。<laughs> 割かし、まあ。バンギラスでもいいんですけど、バンギラスだとね、対面性能が割と微妙なんですよね。だからそこがね、いただけない。ここはもうね、先発はニャヒートから行って、まあ、カビゴン。カビゴンか なんかね、僕の頭の中ではブイズに上取られたら負けだと思ってるんですよ。だから、まあ、選出は基本こんな感じで、まあの、シャワーズに気をつけながら、カニクダクカニクダクで、まあ、シャワーズを倒してから、エラ髪でぶん殴っていくって感じで攻めていきたいですね。ワドルディさんよろしくお願いします。TN にカービィの名前を付けたがるトレーナーって大体女の子ですからね。女の子本当にカービィ大好き。うん、丸っこいの好きですよね、みんな。女の子って。 僕はそう思ってます。さあ、とりあえず、なんとも言えない対面になりましたね。えー、ここの対面なんですけども、ハイパーボイスじゃないと思うな。捨て台詞からいきます。あ、いいね。あ、これエイフィー出てきてくれるなら割と嬉しいぞ。あ、ブラッキーなんだ。へー。じゃあ、後ろこれもシャワーズと見て良さそうですね。あー、もうこれ買ったかもしれん。<laughs> あ、もう、もう早速これ、諸田で工藤来たで、潰します。 はい。まあ、攻撃の特攻を下げてしまえば、まあ、あと多分ブラッキーはね、多分、あくびとかでごまかしてくるとは思うんですけど、ま、あうちのトゲキス、今回ラムノみ持ってるんでね、ま、ブイズってね、このあくびを使えるっていう面では、ダイマックスの流しとしては非常にね、優秀なんですけれども、誰あ、ニンヒアか。まあ、非常に優秀なんですけれども、まあ、一つね、相違点としては、まあ、これ、そもそもさ、 倒せるかどうか怪しいけど、ここダイマックスしてくるんかな。まあ、ダイマしてこようがしてこまいが、も、ま、う、あ、ここパワープレイですね。どちらにせよ、ニンフィア潰すかシャワーズ潰すかで、ウオノラゴンがそこそこ通る。だから、えここは一回、大事でいいかな。いきましょう。キーワードは、強気の攻め。で、あわよくば、多分ここ相手、ニンフィア多分ここ絶対あくびから流してくるんで、ダイマックスを相手がしてくる前に、 ぶっつぶす。それがね、僕のポリシーです。意外となんか、トイキス弱点保険が読まれがちなんで、ラムのみとかで、あ、全然そんなことなかったわ。<laughs> そんなことはありませんでした。だとすると、これも、女対決ですね。この、お互い、ちょっとプライドが高そうな、さあ、女性のね、頂上決戦がこれ始まりましたね。さあ、果たして、この戦いは、熱よ。<laughs> あれ、勝ったんじゃないか、この戦い。 結局、キスなんだよなうん、これはもう、もらいましたね。まあ、全ては、この、ニャヒートが何をしてくるのかがわからないっていう、そういうね、危機的な感じの状態っていうか、わ、まあ、からないですけども、相手にとっての情報源が少ないから、そこが結果として功を奏しましたね。 まあ多分最後のキャッチとして、シャワーズが多分ここで、ピョコーンってね、出てくると思うんですけど、ま、とりあえずいい感じに潰すことできましたね。相手のニヒアは、これ突撃直気型なんでしょうか。ま、結構強気にダイマックスしてきたんで、あくび型を、あくびを持っていなかったんで、おそらく、特殊耐久の方向に自信があった、ポケモンっぽいですね。てか、相手の V 字全員メスやねんな。なんかね、男の子の V 字とか、そうじゃない V 字とかで、 結構多くてね、僕は悲しいんすよ。あまあ、ここはもう。あ、ここ、ダイバーは愚痴なんで、ダイフェアリーで。ミラーコートかなこれは。正直ね、もうミラーコートは全然されていいです。タスキミラーコート。まあ、なんでもいいけどさ。あ、これミラーコートですね。まあ、ちゃんとこの辺も対策牛耳ってるんで大丈夫です。はい。まあ、もう、グレイシアはよく頑張ってくれました。あトルキスだった。所詮ね、あの、ニービアはね、可愛いこ売りすぎてるんですよ。 このね、清純派のツインテールの女の子はね、このねトゲキスっていう脅威をもね、潰すことができるんです。それがね、お強い。うん、で、グレイシアは僕の記憶が正しければ65足ぐらいなんで、あとはもう魚のラゴンでぐちゃぐちゃにして勝ちですね。まあ、ブラッキーも多分魚のラゴンの鉢巻きは潰すことができないと思うんで、まさか相手も「えウ魚のラゴン?」って言って。 驚いてますね。おい、シャワーズ見てんのになんでウオロラゴン出してくんねんって思ってそうですけども、これも作戦ですからね、うん。まさか相手がなんかあくびとかで流してくると思わなかったところに僕はびっくりしてる。さあ、いい感じに女の子を食べてますね。このウオロラゴンちゃん。さあ、このね、クーデレの男らしいね、やっぱボーイッシュなね、男の子もね、このエラがみすると美味しいんですよね。 おーこの、ちょっと女の子らしさがちょっと垣間見える感じが、非常にね、いいんですよ。ゴツゴツレッド型、受け切れてませんね。オッケーこれはもう、勝てましたね。まあ多分、こだわりスカーフ型の、ウーノラゴンだったら、ブラッキーで、受け切れていたのかもしれないんですけど、まあ今回、こだわりハチマキを持ってるラゴンなので、これはもう、どうしようもないというわけでございますね。えー、皆さん、いかがだったでしょうかなんか、あんまり、 ニャヒートの強いところっていうのを見せれなかったような感じはするんですけども、まあ基本的な動きとしてはこうやって、あの、相手にとって不利な対面を作ることによって、トゲキスとかカリボンとかで全抜きを図っていくっていうような、まあそういう感じの戦い方でした。えー、ワドリーさんありがとうございました。後で LINE 交換